合衆国のピアニストニュージャージー州ロングブランチ出身14歳になるまでモスクワ音楽院やワルシャワ音楽院の教師であったユダヤ系の祖父母に音楽を学ぶ10歳でモーツァルトのピアノ競奏曲第20番に単調を弾いてデビューその演奏を聴いていたオーマンディには寝かれニューヨークでフィラデルフィア管弦楽団と共演するハバーフォードカレッジに進学して 哲学を専攻、1946年に在籍わずか3年で主席で卒業した。それからパリに行き、ユネスコ国際フェスティバルにアメリカ合衆国代表として出席、フランス国立放送管弦楽団とベートーベンのピアノ競争曲、皇帝を共演した。1947年の春にヨーロッパ各地を回り、ローマ、ベネツィア、ナポリ、パリ、ロンドン、 ザルツブルクで演奏活動を行った。その後はパリに永住することを決意する。アメリカのピアノ界は音楽学生同士の持たれ合いやなれ合いが根底にある。それが嫌だと発言している。1968年12月12日にロンドン交響楽団トラベルの左手のための競争曲を共演したのが最後の公開演奏となった。また、 同じ時期にローリングストーンズのロックンドールサーカスにも参加し2曲を演奏したが、オクライリとなり2004年に初公開された。カッチンは肺がんに侵されていて、1969年春、わずか42歳で帰らぬ人となった。演奏会ピアニストとしての活動が長かったが、短い生涯の間に、ブラームスのピアノ独奏曲とピアノ競奏曲のすべてを録音した。他に、 モーツァルトやラフマニノフ、シューベルトもレパートリーに加えている。ヨゼフスークやヤーノシュシュタルケルと組んでの室内楽演奏も得意としていた。カッチェンは基本的に弟子を取ることをしていなかった。ただ一人の例外が晩年に教えたパスカル・ロジェである。ありがとうございます。